ここからは言えば言うほどコニックスがお送りします。はい、えー。中国のことばっかり言っていられません。はい、日本でもさっきのね身近に引き逃げ事件があったりとか、うん、それからこれもあの身近な。 はい、お話ででございますすどうよと思う,どうよら花の民さんからも頂い,いておりますでこれはあのそ,のそんなことをうよりもいいという今聞いていらっしゃる方は耳の早い方はそうかもかちょっと時系列に沿ってやりますので現在まで至りますのでちょっと聞いていただきましょう「夜明けのジュピターさん21日に頂い,いたお便りでございます」はい「自由の方ですが」「久しぶりのお便りでございますが新城市の永田市議永田さんでいいですね」 長田さん長田さん。さんさんはい。はい、まあこの新城市の市議の方ですけれども、はい、6月の定例会の一般質問の際、婚姻届を出した人に、穴の空いた婚同盟を配ってはという不適切な発言をしたということです。本人は少子化対策のつもりで発言したと思いますが、彼は少子化の根本的な問題をよく理解できていないと思います。少子子化ののの要因の一つは、若い夫婦にとっててて供を産みたくてもその後経済的な理由から育て られないといいととった理由があると思います少子化対策を本当に行いたいなら、3歳児までの保育施設の充実とか、子どもを持っている所得低所得者への手当を充実させるため、えー、市議の定数を3人ぐらい削減し、市議の報酬分をそれらの費用にした方が、よっぽど少子化対策になると思いますという、<laughs> こういうろくでもない発言をするもんですから、うん、あのもっと市議削減しろという,、うん、いうことまで、ちょっと言ってましたよね。話が いいですね、長田さん。 淳珍角之進さんからも頂い,いております、拙者はこのニュースを耳にしまして、この新居さんは絶対 CBC ラジオのリスナーさんに違いないと確信を持った次第で、<laughs> 京都の方です、京都の方は、CBC 聞いてると、こういうリスナーさん。同じ話もある、はい、TPO いうものがありますね。ありますか、すかね、小柴ちゃん、はい、私に言わせれば下ネタのセンスがなさすぎ、坪井さんを見習えですで <laughs> <laughs>、ね、この番組を聞いてる下ネタを言う人やったら、あんな悪いセンスは言いません<う>あんな場所でそういうことは言いません。はい はいね、ちゃんと聞けばを聞いて下ネタを勉強しろと教えてやりたい。<laughs> 意見が真っ二つに分かれてます <laughs> そう、勉強しんでもええんですけどね。はい、下ネタはね。リーンさんからも議長に、えー、厳重注意を受け,受けて、えー、議事録からあこれは削除されたそうですが、その後本人も謝罪したそうです。木村平さん。えー、まあ本当にね、 ひどい話ですけど、地方議会この頃問題となっていますね、号泣議員をはじめといたしましても、うん。で、このがちょっと話が横にそれますけれども、一番ひどかったのは少し前の中津川代読拒否事件でしょう。中津川市議はガンで話すことができなくなった議員が、質問を代読で行うことを拒絶し、できないなら質問してもいいぞと、議員が使えない、 音声機能付きパソコンを押し付け、結局引退に追い込んだ事件、セクハラよりも、号泣よりも、重大な障害者に対する悪質な嫌がらせ、こともあろうに市議会で行われていた。これほど議会の定列さを、 でっていると、えー「示した事件もないでしょうこんな事件をほとんどスルーしておいて号泣会見となると面白おかしく取り上げるとはレベルが低いのはマスコミだと思いますとも」ちょっとこのマスコミの方にも来ましたよ「うん、ピンピンダラリンさんからも頂い,いておりますけれどもそれでですこんなのがあっ でこれ、20日とか21日とかにいただいたお便り、はい、で今日今朝いただいたお便り、その後どうなったかという、うん、ね。どういうふうに発展していったか。ピンピンダラリンさん、まあ、少子化対策として穴の開いたコンドをっ配ってはという市議会で発言した問題で、新城市議会は23日、全員協議会を開催、そして朝尾、えー、市議、これは共産党の方です。はいはい 麻生議員がブログで、えー、長田氏の発言を取り上げたことを議会軽視だと問題視し、今後議員の情報発信を制限するルールを作ると決めたらしい。はい 坪井さんの大学の愛知大学のとある教授は、えー、不適切発言がテーマなのに、問題の本質をねじ曲げている、議員が自分たちの情報発信に手かせ足かせをしようとしているのは、議会の常識と良識を疑わざるを得ないという記事、愛知大学の教授はこうやってコメントしている、はい、要するに、この長田さんっていうのがその問題発言を市議会でしたわけですけれども、うんうん、それをですね、うん、あの朝を。 議員が自分のブログでこういうことがあったと。うん、それでちょっとこれは問題発言なんじゃないかというようなことを自分のブログでこう訴えたわけですね。うんうん、で、えー、まあそれがまあ元になったかどうかで今回はあっとこう問題になったわけですけれども、うんうん、それに対してまた別の、うんえー、この新城市の市議がですね、うん、その浅尾さん、ブログでえっと発表した浅尾さんに対して、うん 議会で問題になったものを、自分の個人のブログで、議会で問題提起する前に、しかもその名指しで、こういうことを言うっていうのは、いかがなものかと。ちょっとその議会というものをないがしろにしてるんじゃないかというふうに、今度は別の問題提起をして、はい。で、今後、で、あの、そこに、 他の議員さんたちも同調して、うん、今後こういったツイッターとかブログとかそういったもので、議会で行われたことをこう取り上げる。 時のルール作りをしようと。事前にそういうことを書くなとか、うんうん、名指しの場合は、えー、発表する前に本人に言えとか、うん、まあそういったルールを作るべきなんじゃないかっていうようなことで、周りの人たちは、おお、そう,そうだそうだそうだとなって、はい、で、それに対して愛知大学の教授は、うんえー、不適切発言がテーマなのに問題の本質をねじ曲げている。えー、議員が自分たちの情報発信に手かせ足かせをしようとしているのは、議会の常識と良識を疑わざるを得ないと、 そのことについて、決められたことについて、相田井の先生は批判しているわけですよね、はいうん。そういう記事をこの方は読んで、えー、紹介していただいておりますけれどもね。はい、まあ、これは、カムソーセージさんからもいただいておりますけれども、個人名を挙げるなら、相手に通告しろ、そのルールを作るらしいと、まあ、さっきの話ですね。はい、自分の意見を持ち、民衆に発信し、その,あの後押しで議会で発言。相手に先に言って裏、裏 取引みたいなことをしろなんて言ってることこそおかしいと思います。ブログ、ツイッター、紙媒体、何でも意見を発信すればいいんです。それが民主主義だと思います。意見と個人情報を集めてほったらかしの えー、三重県の、これまた横の、<laughs> 他の人女性国会議員をはじめ、議員さんをもう一回勉強し直したら、これ前もこの方も、あの、この女性国会議員の人にいろいろ出しても、全然質問にも返ってこなかったということに対しても、怒っているということで、うん、あの、まさにこの、 ツイッターとかなんかというものを、そんな議会の前にがんがん使うなよということです、ねね、けど、これってどうなんでしょうね、このさ田氏の発言っていうのは、6月18日のことなんですよ、うんはい、で、浅尾さんがブログに上げたのが、今月でも7月の14日でしょ、うん、1か月後に載せてるんですよ、そこで今回、わーっとこうやって問題になったわけです。ってことは、この1か月の間、月の間に議会は動かなかったってことでしょ。 どんな動きをしたかっていうことです分まあここからは想像ですけど、1か月、なんか別にそう対してこう問題にならなかったんで、うん、浅尾さんはこの発言を自分のブログで、うん、ちょっとこれ、どうなのと。というようなことを多分言ったんだと思,うんで、うん、と思いますよ、それであの議会で、だから問題提起したいなら、議会でその時に、あっと、なんでそれ、問題だって言ってならなっで、ね、誰も言わなかったわけですよね。ええ、はい まあだから、それも議会で言えよと、他の議員の方は言うんでしょうけれども、それはあの本当に。 あの選挙に、例えばインターネットを使うかどうかっていう問題になりましたよね、はい、一回ね、今、うん、公職選挙法で、まあ、これルールがだんだん変わってきましたけども、はい、僕はあの時でもずっと言ってました、はい、お金がある人が有利になるような選挙の仕方ではだめだ、だから、はい、お金がなくてもやれるような公職選挙法はいいと思いますけども、例えばたくさんの人雇って、ビラバーっと配る、これ、お金のない人はできませんよね。うん <laughs> はい、だけども インターネットは、貧乏な人もお金持ちの人も、もう大体一定のものが発信できるので、これは選挙とか議員さんの意思表示に使うべきだって僕、昔からずっと言ってきました。とにかく常にあの人はどういう行動をしてる、どんな考えをしてるということは、もうツイッターとかブログとかっていうのは非常に わかかりやすすいいもんででら、ね、これを使ううううなというのはどうでしょうルール作りをしてまでっていうことは、うん、なん,なんていうかなプチ機密方法みたいなのがあってああ<ら>そんな感じもしないでもないですけどね下手すると。うん、ということが皆さん方は今どんなふうに僕らは僕らで今ちょっと意見を言いました、はい、違う違うという方ももちろんいらっしゃると思いますの、ね、で、うんはい、ちょっとまた皆さんのご意見聞きたいなと思いますゆくくじくる十字です。 親もう9時が終わろうとして新しい10時台が来ようとしておりますけれどもね。はい。パインパンマンさんからもいただいておりますが、議員の情報発信を制限することは裏を返せばということで、新城議会のお話。はい。はい、議会を重点的にやるべきで、ツイッターとかなんかで発信するのは議会軽視だというふうなことがあった。 裏を返せばどうせ出現するんだから早めに辞めさせておこうというようにしか見えませんツイッターでも何でもどんどんやればいいと思いますそもそも自分の発言に責任持てないなら後人という立場を辞してもらいたいやめてもらいたいと思います、うん、ということですね常日頃私はこういう人ですよって常に発信していく、はい、駅前で演説するのもそうだし<ー>ツイッターでもそうだというふうに私は思いますけどもね、はい